タッチパッドタッチパッドは、平板上のセンサーを指でなぞることで、マウスポインタの操作をする、ポインティングデバイスの一種。メーカーにより、スライドパッド、トラックパッドなどとも呼ばれる。多くのノートパソコンに採用されているほか、デジタルオーディオプレイヤーや、携帯電話、インターネットアクオスなど、ノートパソコン以外の製品への搭載例も、増加している。また、少数ながら、 パーソナルコンピュータ用キーボードに組み込んだ製品やタッチパッド単体での製品も存在する。マウスやジョイスティック、トラックボールなどの他のポインティングデバイスに比べて設置面積が小さい、検証縁などになりにくいなどの利点がある。タッチパッドは平板上のセンサーと人体の指で構成されるコンデンサがセンサー表面のどの位置に存在するかを微弱な。 静電容量の変化として検出し、センサーの表面をなぞった指の軌跡を画面上のマウスポインタの動作に関連づけるものである。指で構成されるコンデンサの局板面積はおおむね接触面積であり、タッチパッドの面積に対して比較的大きいが、センサーはコンデンサの存在をセンサー面における静電容量の分布として検出するため、 その分布中心を割り出すことによって必要な分解能を得ている。パワーブック520タッチパッドを初めてノートパソコンに採用したのはアップルのパワーブック520、540シリーズであった。当時主流だったボール式マウスやトラックボールなどとは異なり機械的な稼働部品を必要とせず構造が簡単で故障が少ない。また装置自体の厚みも少なく、 製造コストが安価であることからノートパソコンの薄型化、低価格化にも寄与している。現在は一般的なノートパソコンのポインティングデバイスとして広く採用されている。タッチパッドはタイピング時のホームポジションをできるだけ崩さないようにパームレストの中央、もしくはそのやや左側に配置されている。パッドの形状は一般的に長方形で ワイド液晶画面を採用した製品ではそれに合わせて横長としたり、また円形のものもあり、その他意匠によってはこの限りでない。パッドの周囲にはマウスクリックと同等の機能を持つボタンがいくつか配置されている。タッチパッドは外観上の変化は少ないものの、コンピュータにインストールされた専用のデバイスドライバーと連携し、多くの操作機能が追加されてきた。 初期の製品は、パッド上もしくは指に付着した水分や汚れにも、過敏に反応し、誤動作するという問題があった。後に改良が加えられ、この問題は解消されつつある。第1世代のものは、単に、マウスポインターを動かすための機能しかなかった。第2世代では、パッド表面を指で軽く叩くという動作を、マウスクリックとして扱うタップと呼ばれる機能が、盛り込まれ、これは、 代表的な機能として、ほとんどの機種で利用できる。ただし、それと共に走行中の自動車や電車の中では、本体と手の揺れによる。第三世代では、パッド右端や上端をなぞると、それぞれ縦や横スクロールが可能な製品が生まれ、ホイールパッドと呼ばれる円形のパッドを採用する、レッドスノットでは、周囲を一回りになぞると、同様の操作ができる。 大きな間圧タッチトラックパッドを備えた MacBook Pro2005 年 Apple は2本の指でなぞることで上下、左右、斜め方向へと自在にスクロールする機能を開発しスクロールトラックパッドとして PowerBook G4 や iBook G4 に搭載した2008年以降の MacBook Air、MacBook や MacBook Pro のマルチタッチトラックパッドは3本指や4本指にも対応しており、スクロールの他画像の拡大、縮小や回転、XPOS ススの利用やアプリケーションの切り替えなど複合的な機能が一つのトラックパッドに組み込まれている。その後、同じような機能を搭載した他社製のオートパソコンも登場している。2015年3月に Apple が発売開始した MacBook と MacBook Pro には、マルチタッチトラックパッドの全機能に加え、圧力を感知し、振動フィードバックが行える、ハプティクス対応の感圧タッチトラックパッドが採用されている。スマートフォンのタッチパッド以下は各メーカーによる、ノートパソコンに搭載されたタッチパッドの故障である。これらは、基本的に同等の機能を備えている。また、携帯電話端末向けのタッチパッドとして、 三洋電機、コンシューマーエレクトロニクスはスムースタッチ、シャープはタッチクルーザー、強セラはタッチポインターをそれぞれ開発し自社製品に搭載している。またスマートフォンのブラックベリーでもタッチパッドが搭載されている機種が目立つ。ありがとうございます。